皆さん、こんにちは。マネルグルビシです。では、今回は信長の予防大使爆ヒット、幕末志士転生物語の続きをやっていきたいと思います。まあ、相変わらず、幕府軍とつばぜり合いをしてですね、一向に戦線が伸びていかないという、まあ、長久ならではの苦戦を強いられているという状況なんですけども、まずはやっぱり島津、まあ、薩摩とですね、しっかり連携して、尾張徳川家と、機内にいる幕府軍をね、挟み撃ちにするっていうのが、まあ、やっぱり基本戦略であり、まあ、セオリーになるのかなと思うんで、今回はね、ちょっとそういう段取りでプレイの方をやっていきたいと思っています。で、今、1629年の7月なので、もうちょっとしたらね、兵糧がまたドカッと入ってくるんで、まあ、そのタイミングでお互いにね、戦争を仕掛けていくことになるんじゃないかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。手段は選ばぬ。岸和田城取ってくれたか、後藤庄次郎隊。さすがだね。岸和田城、和歌山城、姫路城、津山城。この辺りはもう防御をすぐに固めましょう。まあ、幕府軍がね、隊として奪還作戦を展開してくるのは目に見えているので、これを一刻も早くですね、増強しておきます。じゃあまずは歩兵からしていきましょう。津山城ね、結構狙われるんですよね。なので、全体的に兵の底上げをしておきましょう。かしこまりました。で、やっぱりあとはね、最前線の岸和田。さらには、和歌山。この二つの城もね、まあ、ある程度の兵の数を、まあ、用意しておく必要があるかな、という最前線になります。で、あとは、準剣場を立てて、敵のね、展開できる兵力。これを激減させておきましょう。結構これがね、すごく重要な、合戦の上でのファクターになってくるんで、承知いたしました。かしこまりました。ここはもう金を押し、まず、1に準剣場、2に準剣場と。いうぐらいですね。前線は準剣場で固めておきます。かしこまった。これによって敵軍の進軍を阻みましょう。こんなところかな。で、あとは、今取った岸和田城ですね。ここに武将を配置します。もう武将がね、この合戦でだいぶ、目減りしてしまっているので、心配ではあるんですけども、どうしても武将を入れておかないとすぐに城が失陥するんで、慌てて入れていきましょう。吉田郡山から2人入れよう。で、もう1人入れた方がいいよね。最前線岸和田城に関しては。故に絶対に落とされたくない。ここが落とされると、それこそね、また武将を3人失うことになるんで。ちょっとそれは絶対避けたいな。お、島津軍が八橋城に進軍するね。大阪城のさ、武将、兵数少ないよね。まあ、ただ周辺には篠山城、二条城、八幡山城、清水山城、この辺りには1万近い軍勢が入っているので、いざ、合戦になった時には、やっぱり、幕府軍、7、8万の軍勢になるね。これをちょっと防衛するのは難しいよな。お、尾張徳川家、御三家から、御三家のクーデターだな、これ、公然とした。激文が届いている。終わり徳川家につくぞ。力を貸すぞ。さあ、秋の収穫。ここ一つポイントですね。幕府軍はもともと兵糧たんまりあるので、幕府軍がね、兵糧の収穫を待ってから、まあ、攻略をね、仕掛けてくるっていうことは、まあ、ちょっと考えづらいかなとは思うんですけども、合戦が起きやすいタイミングっていうのは、やっぱりこの収穫後。が一番多いので、このタイミングは、ちょっと気をつけておきます。で、あとは、継続発展。
捨てておく。圧倒的に魔兵力数で不利ではあるんで、一番いいのは岸和田城とか和歌山城とかに同時に敵が攻撃を仕掛けてきて、これを同時に撃破する。で、その返す刀で高屋城、大阪城、この辺りを攻略できるっていうのが一番いいんですよね。おお、南部が津軽に滅ぼされた。津軽がね、我々の味方になってくれれば嬉しいですよね。勝は終えられぬな。どこに向かう？お、これはチャンスだ。すげえチャンスが来たぞ。これ見る限り、長浜城で終わり、幕府が合戦になるのであれば、こちらは攻略戦仕掛けていこう。ついに大阪城に登る。その時が来たな。大阪城に後藤庄次郎第3万6000。さらに高屋城、ここに、そうだな、まあ、ある程度時間がかかってでもいいので、ちょっと遠くから軍勢を呼び寄せましょう。その数3万。後に続け。この合計6万で大阪城、高屋城を取ろう。まさに今島津報告いたす、終わり、そして土佐が先月の終始です。一体となった戦いになってますね。表情を始めよう。表情 はどうだ。この後合戦がしばらく続くと思うので対面は必須。あとは商業をちょっと減っているので入れておきましょう。で、この後忘れないうちに、即対面を発動しておきます。合戦系を入れておこう。まあ、高の目。平坦管理。で、忘れないうちに対面。国衆将兵。皆の力、合わせよう。あとは、そうだな。宝術剣さん。いや、足軽精錬の方がいいかな。足軽精錬にしよう。皆の力、鉄砲隊がどれくらい配備されているかちょっと不明なので、ここは確実な足軽にします。志果たさず、まずは薩摩が八橋城を取ってくれることが大前提で、尾張と徳川、ここはどっちが勝つか。よし、尾張が勝った。そして八橋城の戦い、ここも島津薩摩が勝ってくれると、一気に倒幕の機運が生まれるかなと思うんですが、いやー、でもこれさ、お国軍の兵8万ですよ。8万、やばいよな。まあお国が勝つよな、8万だと。敵が我が領内で和歌山城に来ちゃうんだよね。まあそうなると思ったよ。もう集結してるからな。尾張徳川家、これがね、長浜城を取ってくれるとでかいな。徳川が勝つか。で、ここは秀忠が海江田隊とぶつかる。海江田が勝つ。これで八橋城が落ちるな。さあ、我々の方の動きですが、先月の終始です。ご命令を。和歌山城に兵をちょっと出す必要があるので、後藤庄次郎隊を一旦和歌山城に戻しましょう。我に続け。いや、恐ろしいな。本当に。は、承知。は、かしこまりました。承知いたしました。は、承知。準剣場立てておく。さっきの出雲のお国隊を撃破してくれればね、だいぶ楽になったと思うんですけどね。八橋城は海江田隊が取ると思うので、上市城、鳥取城あたりまでは薩摩軍が進軍してくれると思います。で、ここも厳しい戦いになってるな。松本城の戦い、星名正幸隊対尾張徳川家。まあ徳川が勝つよな。
本当に厳しい戦いが続いてるね。待機する、行きます、我に続け。さあまずは奥二隊を確実に撃破しておきましょう。尾張を破った奥二隊、これを確実に撃破する。準剣場を建てた甲斐があったというものですね。で対面発動したことによって国衆将兵の効果を受けて4万7000の軍勢に膨れ上がっているので、これで奥二隊を完全撃破していく。まずは鉄砲水、ちょっと待って、ね、聞かしちゃおう。鉄砲水の配置をちょっとうまく考えたいな。いや鉄砲水はまるところが少ない、しょうがない。であとは軍施設、のろし城が建てられないか。そうすると攻撃力アップの銅だらを入れておく。で、あとは、どうしようかな。罠。軍施設。まあ、陣をじゃあ一個突っ立てておきましょう。陣に向かって敵がね、突貫をかけてくれれば、そこに罠を仕掛けて待ち受けましょう。一旦ですね、全軍下げます。鉄砲水の城まで全軍下げる。行きます。騎馬隊がいるので、騎馬隊はしっかりと左右に配置しましょう。騎馬隊は1だね。ゲチ。始めよう、ゲチ。鉄砲隊は鉄砲水の城。騎馬隊は武力に富士。これでいいかな。でもちろん後藤正二郎本陣は最高峰に下げます。始めるぞ。あとは罠に敵が引っかかってくれて、そこをね撃破していきましょう。始めよ、命を始めよう。よし、まずは前木だな。鳥に釣られて敵が罠に引っかかってくれた。覚悟せよ。味方は角翼の陣で迎え撃ちましょう。で敵にはどうだらのろしがあるな。あののろしはちょっと早めに潰しておきたい。せっかくの戦力差がねうやむやにされてしまうんで。始めよ。よし、次々と我々の罠に引っかかったな。敵の居所が知れましたな。ご命令を、いざ進まん。やりたい前。さらに鉄砲水に引っかかってくれれば、なおよし。ゲチを攻めましょう。本陣を少し前に出しましょう。で、右翼の部隊は都会しましょう。始めるぞ。やりたい前へ。敵の居所が知れましたな。奥二隊は強いので、奥二隊には目も触れずに行く。滝の目線。やりたい前へ。ねえ、始めよう。やりたい前へ。よし、鉄砲水に引っ掛けたぞ。何部隊被害出せる。一部隊だけか。できればそこ、複数の部隊にダメージ与えたかったらしょうがないね。ゲチ、始めるぞ。やりたい前へ。敵の居所が知れました。さあここは采配を振ります。耐えてくれ。ここを耐えるのはすごく重要だ。かかれ。
やりたい前へ、やりたい前へ。でそこでこらえてる間に騎馬隊が戻ってきてくれると思うので、騎馬隊で後ろをつきましょう。よし、破壊した。騎馬隊ジョン万次郎隊はそうだな、敵の攻撃に一気に突っ込んでもらおう。心配なのがね、罠関係ですね。唯一あるとすれば攻撃強者後者、ね、始めよう、ね、覚悟せよ、始めるぞ。やりたい前へ。ダメージは味方の方がでかいよな、全体的に。本当にね、幕府軍の、武将たちの優秀さ、軍抜いてますからね。特にお国とかも、ちょっとやばいだろうっていうぐらいの能力になってる。ここは奮闘を使っておく。しっかり捕らえてもらいましょう。そうこうしているうちに騎馬隊が戻ってきたので、数が少ないところから出していきましょう。やりたい前、後ろがお留守のようじゃん。ジョン万次郎の声がなんかちょっと嫌だな。かかれ。よし、この辺りから敵を確実に減らしていきましょう。覚悟せよ、やりたい前。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。始めよう、やりたい前へ。下がれ敵は追わずに目の前の敵を潰していく。やりたい前へ。ご命令を。いざ進まん。まさか。よし、敵部隊一気に2部隊壊滅させたね。これは大きいよ。2部隊壊滅させたら残っている、左翼の部隊で、敵池田隊を攻撃しましょう。包囲殲滅、まあ、包囲殲滅といえばハーツオーマーエアの方がね、ちょっと不甲斐ない結果にこのところなってしまってますけど、あとはお国隊の攻撃を集中。始めるぞ。攻め込め。で敵も攻め切って味方の本陣に殺到して、これをなんとかこの不利を挽回しようとしてきてる感があるので、こちらも部隊を返しましょう。指摘は追わずに、あとはお国隊を壊滅させよう。ちょっと味方の損害も馬鹿にならないので、始めよ。お国隊に離脱されちゃうかな、離脱されちゃうかもしれないけど、お国隊を追っていって結果的にその過程でね、敵の部隊を壊滅させていくといいかな。やりたい前へ。やりたい前へ。足軽隊前へ。この戦これからぞ。よし、奥にたよ、捕まえたね。さらに前瓶食らったな。突撃をかけて仕留めに行きましょう。奥にをここで打ち取れれば一番大きいんだけどね。まあ、ただ奥に対4万を
無惨させたんで、味方が1万以上残ってれば逆に攻撃を仕掛けていこう。よし、4人を一気に潰せるな。処刑無念。さあ、後藤翔次郎で7000か。だいぶ数減ったな。あー、関鉄之助隊と戦うのか、ちょっと無理だな。高屋城で戦うのは後藤翔次郎隊は一度返すしかないかな。7000まで減っちゃってるもんね。これが幕府軍の強さなんだよな。伊達重長、片倉重長隊が米沢で、成明軍と合戦。成明が勝つか。で、伊藤幸四太郎と東堂高吉軍、まあ、徳川軍ですね。ここは、おお、ここも尾張が負けるか。報告いたす。先月の収支です。ご命令を。さてさて、どうしたのか。まず島津軍の動向だよね。島津軍がこの後どこを攻めるかっていうところなんですけど、早めに動いてほしいな。かしこまりました。島津軍が早めに動いてくれるっていうのはすごく重要なんですけどね。ここは準拳場また潰されたので立てて、かしこまった。徳川軍、幕府軍が来襲するたびにね、準拳場が壊されてしまうので、準拳場また立て直します。で、味方。山内忠義隊が高屋城に3万で攻める。志果たさずして、勝は終えられぬな。いや、伊達軍もちょっと不甲斐ないわ、本当に。で、ここは義直が、自ら出陣して、東堂武吉隊を撃破してくれたね。志果たさずして勝は終えられぬな。さあ、高屋城の攻略戦だ。どうする？まあ、ここは水攻め、水攻めをまず発動して兵糧半減だな。報告いたす。先月の収支。本当に徳川軍強いな。ちょっと軍事も減ってきてるので、次軍事も、施策として取り入れていきましょう。商業の代わりに。で、高屋城だよね。高屋城で、あと軍をもう一個起こしましょう。なんとか今後期なんで、この後期を逃したくないというところから、大阪城に部隊を出す。3万の軍勢で大阪城を攻略しに行きましょう。出陣する。兵糧はまだ余裕があるんで。よし、まず高屋城は水に沈めましたね。まあ、やっぱり幕府軍の方が全体的に有利に攻勢を進めているなという感じがするので、報告いたす。まあ、どっか一発ね、ドカーンと大きい合戦で勝利を、まあ、飾って、それをもって一気にね、味方の優位性を確保していきたいなというところなんですけどね。かしこまりました。薩摩の動きが鈍いな。上市城、鳥取城あたりに幕府軍がむちゃくちゃ集結してるので、まあ、ちょっと攻め込みづらい状況が見て取れますね。
一方、政宗自ら出陣。これは政宗勝つだろう、さすがに。よし。うわぁ。これで各国和平を結び始めるな。報告いたす。倒幕連合軍の結束が揺らぎつつあるこの状態。じゃあ、ちょっと久しぶりになりますけど、投資関係を行っておきましょうか。かしこまった。さあ、大阪城だ。大阪城を取ったら、なんか、いよいよ、ね、有利だっていう感じに、見て取れますけどね。幕府軍の動きが鈍いのはなんでな？兵糧が尽きてるとかそういうことはないと思うんだけどな。ちょっと見ておきますか、幕府の動き。兵糧。41番。いや、圧倒的だろう。兵数が25万。ただ兵数だいぶ減ってるね。50万あったんで、前回。我々は10万。まあ、兵力差が3分の1ぐらいまでちょっと縮まってきてはいるのかなという感じはしますね。関東の幕府軍はどうなってるの？いや、関東の幕府軍も結局でも、伊達が思ったより圧迫できてないっていう感じがあるよな。で、それぞれ二条城。大阪城に敵が増援を送ってくるわけだな。先月の終始です。表情を始めよう。軍事に変更で、軍事があって対名があるものを積極採用していきます。ご命令を。で、対名国衆将兵、皆の力、足軽精錬、砲術研さん、これは3個セットで入れます。皆の力合わせよう。おお、タイミングが足りないか。しょうがない。志果たさずして賞は終えられぬな。志果たさずして賞は終えられぬな。我が領内に敵が。何、和歌山城に敵5万5千。岸和田城だな。現在岸和田城に5万5千。もうこれ無理だよ、5万5千とか。何なんだよ、幕府軍、本当に。尾張徳川家とは同盟を結んじゃおう。もうね。で、幕府に対しては、和睦が結べないか。いや、本当に苦しい戦いだな。進め。で、兵糧切れを起こすって、くぅ。何、津山城にも来るのか。ちょっときついわ。出陣するぞ。きつすぎる、本当に。いやー、厳しい。雪地帯と合戦して勝負になるのか。まずは鉄砲水を仕掛けて、確実に敵を減らそう。
その上で諭吉に殺到する。後に続け。覚悟は良いか。始めよう。諭吉隊はどうなんだろうね。各々1万の軍勢を率いて4部隊と見て良さそうですね。ご命令。始めるぞ。参ります。参ります。始めるぞ。ご命令ください。覚悟しろ。まあ、唯一有利なのは罠で鉄砲水を複数配置していることと、まあ言ってみればその鉄砲水を配備してやるっていうところぐらいですかね。敵の居所知れました。島田参り林羅山。これほどとは。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。好機は今ぞ。敵の居所知れました。いいよ、鉄砲水に敵を引きずり込もう。覚悟せよ。覚悟しろ。ご命令。覚悟せよ。参ります。覚悟は良いか。やりたい。前へ。かかれ。やりたい。前へ。ご命令ください。始めるぞ。覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。攻めるぞ。攻め込め。覚悟は良いか。やりたい。前へ。よし、鉄砲水が次々に発動して戦力差がだいぶマシになってきてる。ただそれでもなお吉野部じゃない、諭吉9万だもんな。ご命令ください。命を始めよう。さあ、じゃあこっからちょっと諭吉に攻撃を集中していきますか。そこでちょっと一発逆転を狙っていきましょう。まずは対抗。格の差、思い知るがよい。かかれ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。これほどとは。やりたい。前へ。その過程で鉄砲水とかに引っかかってくれればね、一番嬉しいかな。やりたい。前へ。やりたい。前へ。ここにもう一回対抗を打っておきます。一旦引くぞ。一旦引くぞ。やりたい。前へ。覚悟してもらおう。行く。やりたい。前へ。諭吉が孤立してくれればね、撃破のチャンスは生まれてくるかなとは思います。覚悟してもらおう。やりたい。前へ。覚悟してもらおう。やりたい。前へ。鬼始末持ってんの関鉄の勢は。このままではかー。マイビクラウカここで対抗撃って士気を回復しよう。幕とさせていただこう。やりたい。前へ。攻めるぞ。敵の居所。いやー、諭吉みっともないほど逃げ回ってるな。覚悟してもらおう。これ逃げられるときついな。情けは無用。敵の居所知れました。やりたい。前へ。
やりたい、前へ。情けは無用、覚悟してもらおう。やりたい、前へ。攻め込め。太鼓発動したいね、この辺りで。うわ、敵に追いつかれている。いやー、厳しい戦いだな。捕捉されてる、厳しい。まあ、前線はしたけど、やっぱり敵の大軍の前には厳しかったか。数どれくらい減らしたかだね、あと敵。足がもうちょっと速ければ、あるいは、勇気値をね、補足できたかなと思うんで、そこだけちょっと残念でしたね。敵が我が領内に向かっております。和歌山城か、厳しいな。和歌山城は失うのを覚悟した方がいいかもしれないな。伊藤一等差4万か。いやー、ここも厳しいわ。大阪城でまず勝利を収めるのが大前提になるね。さあ、では罠をまた張っていきます。鉄砲水が配置できないとなると、舞尾の嵐をくれてやろう。で、軍施設はまあ、銅だら台で敵をおびき寄せますか。これにつられて敵が寄ってきてくれれば、そこで敵を撃破していく。行きます。敵の居所です。さあ、まずは敵の動きを見極めましょう。油断したよ。信じられない。やりたい、うわ、難なく。このままでは。ただ参りが止まったものがしっかりした。ある意味予定通り。やっちまったな。で、伊藤一等さえ7000か、数が多いな。やりたい、思ったより全然。やりたい、前へ。よし、敵がこちらの本陣に向かってくるのが確定したね。であれば、まあ、どうしても部隊数を欠く、兵数不利という状況なので、やっぱり一等祭を撃破するのに専念しましょう。おとり町扱い、ここで引っ張られるやつがいるな、何人か。やりたい、おい。やりたい、前へ。敵も前尾を打ってくるね。敵の居所が知れました。やりたい、前へ。あとは一等祭を本戦の中で撃破するっていうところから。やりたい、前へ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 。我が力思い知るがよい。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、おい。知れましたか。叩き潰せ。ちょっと包囲されつつあるね。やりたい、前へ。ここはただ一等祭のところまで貫いてほしいけど、ちょっと敵の方が包囲線に入っている。太鼓持ちいないな。細川隊がちょっと危ないかな。やりたい、前へ。こちらも甘くはありませんよ。ちょっと待ってくれ。高速化隊選びたかったな。わけのわかんないやつ選んだ。覚悟はいいですか。やりたい、前へ。ここは引くの。ところが知れました。やりたい、前へ。
やりたい、前へ叩き潰せ。一等祭の舞台をまず補足するところからだよね。ちょっと補足できてないから。やりたい前へ。一等祭の動きをちょっと読みましょう。でその先に先回り。いいぞ。余った。ゲチを攻めましょう。で一等祭の足を止める。そして敵を一等祭を包囲する。余ってくれこの動き。ちょっとここ細かい動き入れていきますか。いやー数少ないな。木下隊がもうちょっと数があればね、完全なる包囲戦という形にもなったかなと思うんですけど、木下隊がちょっと数が少ない。でただ敵を追い詰めつつはあるんで、一等祭ね、ここは一等祭を隅へと追いやっていきましょう。やりたい前へ。このまま始めるぞ。やりたい前へ。かかれ。やりたい前へ。戦は始まったばかりだぜ。やりたい前へ。さあ一等祭の足を止めろ。前へ。仕方ねえ、一旦引くか。やりたい前へ。戦はこれからよ。ちょっと味方の部隊が回数してるのが多すぎる。せっかくの攻めどき好機なんで。時には大胆に攻め込まねばな。この一撃全てをかける。あー、くそ逃げられるな。やりたい前へ。よし、前火でハマってくれてる間に一等祭を。やりたい前へ。今一度お相手願おう。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい。おい。気が知れましたか。これほどと。やりたい。前へ。大外事が発動できるまでちょっと貯めましょう。よし、壊滅させた。とはいえ味方の損害もすんごいことになってるな。前へ。生殺与奪。すべて勝者の思うがままよ。いや、後藤庄次郎の言い方よ、言い方。一等祭が味方につく。まあただ一等祭も年齢的に結構きつそうだな。で、安倍正嗣は処刑。無念。とはいえ厳しいな。大阪城を攻略する余力はない。だって後藤庄次郎って800だからね、残りの数が。ちょっと800はないよな。大阪城の戦い勝利したものの、まあ城を、まあ、奪い取るというところには至らないですかね。はい、ではちょっと時間長くなりましたので、今回はここまでに、させていただいて、次回はですね、また岸和田城、和歌山城、津山城の、攻防戦ということで、もうここ4、5回ずっとこれやってるんですけど、ちょっとこれをやっていきたいと思います。すいません、ちょっとね、見どころが薄くて申し訳ないんですが、引き続き、皆さんの応援、あとね、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。